はい、つ小みこたろうでございます。えー、今日もですね、移動式自由時代、録画スタジオビッグバン号より、つ小みこたろうのビッグバンをお送りしようと思います。でですね、今日はって言ったら、何の話しようかなとかって思ってたんだけども、あのー、あれ、コーヒーって皆さんよく飲むでしょうん。 まあ、私なんていうのは特に飲む口で、なんていうのかな、ドラッグストアでこん、こんなんをですね、100円で買ったりなんかして、ほんで、ガブガブ飲んだりなんかしてるわけですが、そのコーヒー、まあ、たかがコーヒーなんだけども、されどコーヒーであるっていうところの、うん、お話をしようかなと思うんですよ。まあ、あの、コーヒー飲んだら、その、な、ナポレオンだったかな。 が、あの、軍隊を AI 行け行けとか言って、ノリノリゴーゴーとかって言ってる時に、兵隊が疲れたからって言って、あ、あれ、ごめん、あれはチョコレートの話だ。<laughs> チョコレート食べさせたら兵士が元気になったってやつだけども、まあ実際コーヒーにもその覚醒作用っていうのがあって、で、飲んだら飲んだで気持ちよくなるとかっていうことがあったりするわけですよ。あ、意外と知らないとこでね、あの、ご飯炊きたての いい匂いと、あとコーヒーのいい匂いっていうのが、なんか成分的にはね、すごく似通ってる部分があるんだって。なんか、なんかそう、ちらっと聞いただけ、なんかテレビで10年以上ぐらい前に聞いた話だから、あの、半分嘘っぱちかもしれないけども、<laughs> ま、そんなところもありので、で、じゃあ何の話したいのとかって言ったら、あの、名古屋に五基礎っていう街があるんですよ。あの、 音中の音に、器っていう字書いて、ところって書いて、音、器、所ころって書いて、五基礎っていう、はい、街があるんですよ。で、地下鉄も、まあ、五基礎駅なんていうのがあって、で、その地下鉄の五基礎駅から、歩いたらね、10分ちょっとぐらいかな。うん。ど <laughs>、どのスピードで歩くかによるんだけども、あのね、ポケットカフェっていうね、すっげーちっちゃい、 サテ点があるの。うん。で、まあ、その時に、あの、なんで知ったかって言ったら、当時そこら辺に、ちょっと習い事を、まあしん、心理の習い事をしに行ってた時期があったわけですよ。うん。で、心理学とは何ぞやとかっていうことを、あの、話を聞いたりとか、あまあ、質問したりとかっていうので、知識を深めてた時期があって、で、じゃあ、ちょっと脳みそ疲れたから、テ点でも行こう、サテン点、テ点とかって思って、サテ点探してたら、 すっごいちっちゃい。えっとね、間口がね、何、2軒ぐらいしかないの。だから、あのー、二広っていうのかなあの、そんぐらいの間口で、で、す、えっ、ー、とね、椅子がね、1、2の3、4、5、えっ、ー、と、5、6個。<laughs> 多分。椅子が5、6個ぐらいしかない店なんだよ。 ほんで、まあ、あのー、サテン、ああ、ったあったあったと思って、で、タバコ吸えるみたいな感じだったから、タバコ吸いすえーと思って、うーっとかタバコとコーヒーでガーッとやりたいなと思って、で、そこに入って、じゃあ、あのー、初めての店だからっていうんで、うん。で、 え何になさいますかとか言って。いや、実はね。とか言って。うん。あのー、その、キリマンジャロとか、ブルーマウンテンとか、とかっていう違いが、私には分かってないんですよ。とかって、あのー、言ったんだね。まあ、いわゆる、下が、こう、分かれ、違いが分からない男なんで。何のましても同じなんだよね。 <laughs> じゃあ、っていうんで、じゃあ今どんな気分ですかとかやって、どんな感じですかねとかっていう話で、もうなんかいきなりカウンセリングのモードに入ってくれるわけですよ。うん。ほんで、えーとね、ちょっとね、元気になるような感じで、ほんでちょっと酸っぱみがあって、ほんで、ちょっとどっしりした感じのやつが今飲みたい気分で、で、タバコと一緒に下品にガーッと鼻から煙を出したいって言ったら、あ、わかりました、つって。うん。 だから、ほんで、なんか、豆2、3種類、なんか、ゾロゾロ混ぜて、お湯ビューってかけてコ、コップに1杯、はい、どうぞ、とか言って出してくれるんだけども、まあ、それが、その時の、私の、なんていう求めてる、なんていうの、コーヒーっていうのかな、に、非常に、まあ、合ってたわけですよ。 なので、そこのポケットカフェっていうところで行くと、コーヒーが全然分かってない人でも、あのー、まあ、言ったら気分を伝えるだけで、まあ、やってくれるっていう。ほんで、しばらくの間、1年間弱ぐらいかな、あのー、足しげく通った覚えがあって、で、しばらくご無沙汰してたの。うん。で、ご無沙汰数年間してて、で、ひょいと行ったら、あ、 なんか、まあ、この顔を覚えてたんだろうね。あ、この顔を見るの初めてな人、はーい。えっ、ー、と、手え、手上げて、じゃないね。あのー、登録ボタンっていうのを押してもらうと、過去の履歴がビャーって出てくるんで、あの、あこういう人なんだね、とかっていうのも分かってもらえると思いますので、えー、登録ボタンっていうのをピッて押してください。よろしくお願いします。特に、女、女子からの、なんか、ピッてかっていうのを待ってるね、本当に。 おっしちゃいましたとか言って、ほんでコメントのところに、なんか、あのー、光太郎おじさんへとかって、なんかこう、なんか手紙書いてくれると嬉しいな。お便りコーナーに。待ってるよ本当に。<laughs> で、その気分によって、やっぱり、あのー、出してくれるっていうのが、すごいありがたいなって。 普通なんであの、コーヒー飲みに、喫茶店行ったら、って言ったら、コーヒーって書いてあるのと、アメリカンが書いてあるぐらいかな。あとは、って言ったら、アイスコーヒーとかって言って、すっごいざっくばらラ、ざっくばらんじゃない、ざっくりとしたような感じの、うん、なんていうの、書き方してるじゃん。なんだけれども、そこのところは、って言ったら、そこの、あの、気分に合わせてとか、あと、えっと、 こないだね、とかやって、ブルーマンナンバーワンっていう、なんか、言葉を覚えたんだけども、どういうものか飲んでみたいって言ったら、あ、じゃあこれがブルーマンナンバーワンですよ、とかって言いながら、うん。年の頃はね、私と同じぐらいで、うん。で、いつもね、なんか、まあ私なりの気分で、気分のいい音楽っていうのが、いつもなんか、レコレコードじゃないや、CD かけてくれてるわけですよ。 で CD 借りたりなんかして、でダビングしてとかやって、ダビング、本当はやっちゃいけないんかもしれないけども、MD にダビングしたりとかして、で、あ、これ良かったよ、何曲目が良かったよね、ナイスナイスとかって言って話したりとかしたんだけども、あの、気分でやっぱり物事を選ぶっていうのも、うん、結構いい感じなのかなって。まあ、それを許されるお店であるっていうところで。駐車場がね、あるかどうか、なんか、多分、 二つ三つぐらいあるんじゃないとかって思うんだけども、行くだったら、確実に行くだったら、あのー、地下鉄の五基礎駅で降りて、ポケットカフェって調べたら、すっげえちっちゃい店が出てくると思うんで、そこのところは一回、五期あのー、駄菓市に住んでる人たちは、一回はね、行った方がいいと思うっていう、そんなおすすめのお店な、紹介だね。うん。 エコひいきたっぷり。別にこう、ポケットカフェからだ、ね、あのじ、じゃあこれ喋ったからって言って100円あげるよとかっていう、そういう話は全くないのにもかかわらず喋りたくなるお店っていう、そんなんお店がたまにはありますよねって。うん。皆さんにも多分あると思う。なんか言う、気分言ったら、その日本酒が出てくる居酒屋さんとかさ、なんかそんなあるでしょだからそういうところっていうのを大事にしたいなって思って。うん。まあ、今日はね、すごい、 昨日、昨日、ジャージャーぶりだったんだけども、あのー、今日はって言ったら、すごい、雲一つないドピー感なんで、すっごい気分がいいので、うん。まあ、そんなところで、皆さんもですね、えっ、ー、と、いい一日になりますように、ピース。<笑><笑>じゃあ、次の動画でお会いしましょう。サバルヴィアは、サバルヴィアはたまたまだ。